はい、こんにちは、リオルスです。いつもお世話になっております。はい、乗り上げるなってくる立つんじゃない、車中で立つんじゃない。はい、そろそろですね、また王様グッズを何王様グッズを探しに来ておりまして、なんかこの採掘場に、今回はあると。はい、というわけでやってまいりました。今イグニスのオートドライブで近くまで来たんですけども、パルーパ採掘場前、はい、この採掘場の中に入っていくのかな。ほいっと、でどう行けるの、これまっすぐ行けばいいの。まっすぐ行くと、まっすぐ行くと普通に道ん採掘場入り口はどこにあるんだ。採掘スポットんまずそれを探すところからスタートか。暗くてよく見えない。来た時間が最悪だった。どこに行けばいいんだ。これか。ここかな。凶暴な野獣が生息していますと。はい。じゃあこん中入っ、ああそれっぽいですね。はい。なんかやたらと危険って言われてますけど。トロッコの跡があるってことはやっぱり採掘場でしょう。こっちが。はい、マップ的には、あ、オッケー。うわ、なんかお化け屋敷っぽい雰囲気ですね。ここでやっていきましょう。ノクト、え、ボタンが直っていないようだが。おかんか。忘れてた。宿に行ったら貸せ。わかったな。はいはい。見て、本当こういうやり取り細かいよなこのゲーム、普通ないよ今のこういうやり取り、ボタンが直ってない。エレベーター大丈夫かなこれ。ま、乗ってみようぜ。ボロそうって言っても今まですごいの乗ってきたから大丈夫でしょう。完全に水没してた機械動かしたりしてたもんね今。このぐらい余裕でしょう。といってこのエレベーターこの途中で止まったら絶望感やばいな。はい、全員乗ったけど、重さに耐えられるかは分からねえ。途中で止まられても困る。そうだよ、でも困るよ。かなり古そうだな。何かを採掘するための穴のようだ。こういう場所ってさ、突然目の前に大量の死骸が。本当ダンジョン嫌いだなプロンプト。ありそう。勘弁してよ。なかなかつかないな。どのくらい降りる。落ち着きないなこの人たち。本当落ち着きないな。なんでまたすぐそうカバディを始めるの。着いた。もっと下まで行ってみるか。あー真っ暗だね。エレベーターを操作してください。ここは B1 です。エレベーターでさらに進む。もうこっから迷路さらに進む。基本最深部じゃないの王様の墓っていうのは。最深部だよね。まだあんの。行けるとこまで行ってみよう。険しい顔してますけど、まだあんの。何階まであんのこれ。さすがにただでさえ迷路苦手なのに立体まで加わると本当わかんなくなる。やばい。着いたね。あ、着いた。よかった。どうやって出る。あ、出れた。ほう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 。なんかひんやりしてんな。こんな地下深くまで掘られているんだな。いませんね。いましたね。はい、どうも。あ、いえ、ちょ、ま、何トロッコが攻めてきたよ。シフトブレイクしてラッシュリンクを決めるって言われても指遊びしてんな。狭くて分かんない。狭くて分かんない。あ、倒した。しつこいやつは嫌われるぜ。はい、余裕で相手ができた。おお、なんだなんだ。あ、久々の連携見れた。
いや指輪でいいな。ちょっと狭くて剣を振り回すには、うん、よろしくない。ゴブリンスレイヤーでも言ってましたけど、うん、狭い洞窟内で長剣を振り回すのは愚かだと、うん、あっちの方、右手の法則、右手の法則。そうなので、こう狭い男女はね剣は向かないんですよ、うん、グラディオスはねブンブン振り回していますけど、はい、魔法ですよこういう狭いところは。はい、もうね、ほら剣が振りずれ、やっぱそうなるんですよ。ここはでも脇道だな。おーっとっと勢い余って突っ込むとこだった。右手の法則で来たけど変わんないな。結局行き着くとこは一緒っぽい。右の右上のミニマップを見る限りは。うん、どこどこどこ、え、何倒した何倒した。ゴブリンだ。ここゴブリンしかいないから経験値おいしくない経験値6しかもらえない。おいしくな。ここ降りれんの。これ降りれませんね、うん、ちょっと経験値稼ぎも兼ねてるんだからさ。なんで逃げて。あ、ブリザードはちょっといっぱいやりすぎなんだよな。うん、ファイヤーかサンダーか。なんか閉じ込められた。何こいつ、何あいつ鍵かかってる。あ、腹立つわ。もう、うわ、なんか知能を持った敵って珍しいな。ゴブリンってなんか子供程度の知力はあるらしいけれども、うん、いたずらっこめ絶対に許さん。え終わっちゃったよ。敵と出会った時にスタートで攻撃するアビリティだけで終わっちゃったよ。いいのかこれ。これもっと早めに来るダンジョンだったんですかね。うん、ん、ここ友情のミサンガ。どうする、他の階に行ってみる。あー、そっか、 B さんは外れってことか。上に戻るか。どうする、他の階に行ってみる。はーい、またこの落ち着かないタイムが始まるよこれ中腰タイムが始まるよそんないかつい顔しなくてもいいと思うんだけど、ね、エレベーターを出る。いや、これひょっとしてどっかでさっき閉められた扉の鍵を拾ってくるとか、そういうオチ。え、なんで後ろに敵いんの。何が近づいてくる。あ、いったいや、ちょっとやめてください、そういう風景を。もう線路の上にいちゃいけないんだなって。狭くて無理だな、なかなか掘った洞窟だな。本当にこんなところにお宝あんのかね。乗れないの、そもそも。一瞬乗ったけれども、そういう使い方ではない、トロッコというのは。今は右手の法則してるから。どこだ、敵の。おお、はは、食らったプロンプトが食らってた。経験値おいしくないの、なんとかしてください。本当に経験値がおいしくないよ。そして無駄に数がいる。うわー、もうかんねー。はいはいはい、避ければいいのね。あいた狭くて避けられないでもそんなに痛くない。見た目で痛そうに見えるけどそんなに痛くない。右手の法則、右手の法則。おのれゴブリンめ、めんどくさいことしようって。やろう。おいしょ、おいしょ。イグニス調子いいじゃねえか。イグニス調子いいじゃないか
なんでそんな最初掛け声を先を急ごう。ああ先急ぎたいけど迷路はダメなんだって。あ、雷。オッケー。99にしとけばまあオッケー。おーさこの野郎この野郎許さんぞ複雑だな。初めてですよ、こんなに私をコケにしたおバカさんは。わあ、立体はやめて、立体マジわかんねえ。どうか、なんか指輪も不発するときとしないときがあってまだいまいちわかんないですよ、ね、なんかためらうときあるんですよ、たまに丸ボタン押してもそれがわかんない。ほらほらで行こうよ。行くよ行きます。何ここ広い。いかにも何か待ってますって。ボスボスボス望むところですよ。むしろボスに飢えている。え、こっから降りんの。凝ってんなすげえ凝ったんな凝ってんなこのダンジョン。ほうほうほう、あ、どんどん降りれんのね。結局 B さんに行っちゃわないかこれ。いやー広すぎる。こんなところになんでお墓作ったんですか。こいつで間違いなさそうだ。え、どこ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 。え、ゴブリンですよ。アムラじゃ。あ、でもなんかこっから吸える。え、不利なのこれ。めっちゃ有利だと思うんですけど。ちょっと待って。敵の姿すら見えない。やばそうだね。え、こっからだと吸えない。吸える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 。なんでみんなそんな不安がってんの。全然余裕ですけど。ほらほらアムラシャっていうのがいたね今。多分それがボスなんだろうけど。どこ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 。厳しい状況だ。え、そうですか。どこどこなんプロプト一人で降りてんの。あれか、あ、侍か、侍タイプだ。うーわー、またじわじわ減る。プロプトが下にいるからテネトロイトあ、見えた見えた、これで敵の姿見えた。はいプロプトが一人で戦ってる。え、私どこに浮いてんの。あ、ここにいる。せこい、ここせこいここはせこい。本来ここ来るときは指輪ないのかな。こんな戦い方できちゃうけど、さすがにちゃんと戦うか。どこ行った、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 どこ行った。え、でもプロンプトも上から撃ってるぞ。いた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 。じゃあライブラベント、ライブラベント、ライブラベント。検討はついた。ほい、よいしょー。ガード、あー、ガード間に合わない。え、一発でやられた。え、強い、普通に戦ったら強い。ちょっとまずいな。結構やばいかも。でも戦う。いやいや、我こそはルスオーケが王、ルスチェラムノクティスである。背中がガラ空きである。はい、ドンブレイカー。ほい、9999。マップシフトからの、うわ、いった、い、攻撃力が高すぎる。一発で全部持っていかれる。撃つよ、みんな離れてそんな食らってない、そんな食らってない。しびれてる。ガードした、パリー間に合わなかった。
後ろから空いてるぜ、前だった、おお、ガードできない攻撃をしてくる、やばい、普通にやるとすごい強い、普通にやるとすごい強い、ドンブレイカー、あ、でも防御はそんなにない、防御力はそんなにない、うん、いいダメージ入ってますね、ガードパリーパリー、あ、いい連携、何この連携、初めて見た、かっこいい、あ、いてーいてー、ちょっと一発のダメージがやばすぎる、ガードはちゃんとしないと、なんか来る、なんか来るやつ、なんか来るやつ、あれ、あ、なんか来た、これは受けたらこれを打つ、シフトブレイク、召喚召喚、あー、つばぜり合い、いったずるいずるい、今つばぜり合い終わったところだった、今召喚って出てたよね、召喚できんのここ、召喚は、あれ、召喚コマンド消えた、え、ちょっと召喚コマンド消えた、召喚コマンド消えたよ、なんで今召喚ってあったのに、あ、じゃあこっち、久々にこっち、はいほい、はい、今ならいろんな武器が出せるよ、ほら見てごらん、手裏剣もあるよ、斧もあるよ、ガードとか言われてるけどそれどころじゃないんだよ、それどころじゃないんだ、ほら終わったけど終わってない、あ、終わった、ちょうど終わった、きっとこの辺に何かあるはず、そうだな、やったぜ、よく探せよ、王の墓所で歴代王の力を得る、はい、これ違うよねこんなとこにポツンと落ちてないよね、どうですか、やったな、倒す、やったよ、やったはいいけど、どこか、どこかな、どこかしら、あれどうやって拾いに行くの、こっちか、いやー攻撃力バカ高い敵だったな、まあ、その代わり防御がほぼ神性能だったからよかったけど、うん、なんかバシバシ9999当たってたような気がするし、こっちでいいんですかね、ミニマ、わっ、うんうん、何がいる、何がいる、何がいる、どこ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 、いた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 、よく振り回せんな、それドクト、顔が汚れている、洗って清潔にしないとニキビになるぞ、おかんか、お前だって汚ねえだろ、なんなの今回、こっちの先っぽいんだけどな、これどうやっていくのこれ、ん、え、これどうやっていくのこれ、あ、悪マークも鍵マークも出てこないけど、ちょっと待って、クエスト採掘パルーパー、そうだよね、あ、回数が違うのかなこれ、またちょっと、うん、ぐるぐるしていきましょう、はい、こっちか、こっちだ、上上がって上上がってのこういってのもっと上のもっと上のうーんと上がっての上がっての上がってのでいいの、本当にそっから来たんだよ、いや下だなこれ、下だな、やっぱ下だよ、下だな、下だな、この辺からいけないか、どうやっていくんだあれ、どうやっていくんだあれ、ちょっと上だな、ああ
これあこれかこんなの見当たんない。まだ先があったのか。あったのか。本当だよ。だこれグラディオ通れないって絶対に。これは通れないでしょ。今までで一番細いわ。うん。ああよかったマップつながった。うんうんうん。え王様の墓こんなとこにあるの。あった。苦労した甲斐があったな。すごいとこに使ったのな。秘王、秘王の墓所。ということは、ということは、ええー、ボウガン、ボウガンなんだ。王様、きっと狩りをするのが得意な王様だったんだろうな。聖なる武器にボウガン持ってくる。はあ。新しいなファイナルファンタジー15。またもう違和感なくなってきたぞ。ボウガン来るか。へえ。あすごいいっぱい増えた、いっぱい増えた。ヒヨウの弓、弓、あいい経験値。はい、これで洞窟出ますかコマンド、洞窟出ますかコマンド。あった、入り口に戻る。やっと地上か。やっと地上だ。あの途中で召喚って出た時にやられたのは何だったんだろう。やられたら召喚獣がっかりして帰っちゃうのかな。あーあーっつって、うん、うわ朝日が眩しいぜ。まあ一晩潜ってた感じになるもんね。装備でノクティスでデュランダルで、今回は魔法も1回しか使わなかったし指輪にも頼んなかった、うん、よね。うん、久々に武器でちゃんと倒したんじゃないかな。まあでもファントムソードでご利用したって言えばあれか。ヒオウの弓、技術に奏で火で、幾多の武器で戦った王の証、敵を貫通する矢を放ちながら様々な動きを見せる。あでもこれなら遠距離戦できるってことでしょ。いやー楽しみだな。うん、新しいぞ魔法以外で遠距離戦。敵出ないかな。なんか王の墓所の近くだと敵出ないんだよね。ほら平和なモンスター。出ないよね、出ないよね。うん、帰ろう。よし、一応この辺でも呼んでみて。そうだ、変わらないとニキビできちゃう。そう、変わらないと。よし帰ろう。はい、じゃあ今日はこんなところで、うん、セーブして終わりましょうかね。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。いい天気だ。どっかで写真撮ろうぜ。